シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日からゲームは超究極アウロラやってくってやつね。さあ、というわけで今回は超究極アウロラやっていきたいと思うぜ。一回勝てばいい系、まあ、どれぐらい難しいか。さあ、メンバーはこんな感じ。まあ、やっぱりアルファが適正かなというところで連れてきたわ。まあ、火だめが結構怖いやな。まあ、超レーザーストップ M で回復してほしい。さあ、まずは聖騎士のドクロマーク倒していきゃいいのか。ハマるわけでもない。あ、簡単に倒せる。上はすごい硬い。待って、ディレクションガード、ディレクションガード。いた、やっぱり火だめ怖えわこれ。うわ、でお花がヒーリングウォール出します。あー、そういうことね。今回はディレクションガードを、まあ、防御に使ってお花を倒さないようにハマっていくということね。だから倒すとヒーリングウォールなくなるから、こういう風にディレクションガード出して、回復量はしっかり見ておきたい。よし、 OK。 あ、結構回復する。だ、痛えなこれ。待って、次2発くんの。いや、正直これ普通に殴っていっていいわ、ハマらず。で、ルーは高スピアップあるから、あ、拾えなかった、ごめん、拾えなかったけど、ルーはそこ右倒すの高スピアップあるからサポート結構できるな。で、ヒーリングウォールあるからいいわ、動き回って。このルーの高スピアップ、今ちょっとこれいらんけど、スピード上がって結構回復できるな。ま、案外ドレインあったら楽かもしれんけども、ヒーリングウォールが、うん、しっかり回復してくれるから今んところいいが、こいつらはすぐに倒す。あ、でもいいや、残ってくれたから次ハマりやすい。おお、でガイドいいね、アルファ。あ、待って、チェイスユニット、チェイスビームユニットがある。うわ、左下倒せってことか。オッケーオッケーオッケー。じゃあまずハマっていくが、特に気にしなくていいな、普通にハマっていけばいい。うわ、とか思った、ルーの SS、 そうブロック無効にできるから、まあ、2週に1回は結構楽な立ち回りができるかもしれん。うん、で、高スピアップのサポートとリジェネ M。 よし、これ左にはまっていこうか。はまるというか左のあそこに行く。よし、 OK。 いいよ。よし、やるじゃねえか、ルー。まあでもよ、ちょっとルーのアイコン見るとちょっと心配するんだよな、あの顔。すごい顔してるもん。ちょっとやめてほしいわ、あれ。で、こっちハマる。ディレクションガードで、マジ、ルーの顔ちょっとやめてくれ。マジ、おい、そう、俺笑ったら止まらんなるから、ちょっとマジマジやめてくれ、ほんと。よし。あ、もう、すごい、スムーズにいってんな。うい。うん、で、次が、あー、超レーザーストップ M。いいね。上はまって、まあ、ダメージを出していく。で、あ、で、防御ダウンするから、こっから、畳みかけていく。で、弱点があんなに大きいから、まあ、真ん中で、よわっと、ダメージでけ。あ、でも、しかも弱点左もあんのか。おお、使っていこう。今、いいよ。これ、ルー。こうやったら体力ちょっとやばいから、SS を使って、しっかりと、回復も意識して、確定でブロック無視して行ってこい。おし、いいよ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 。おお、いい、サポートもできて。聖域に眠りし古代の記憶を今宵我らが解き放つ。凝りすぎじゃない？ちょっと待ってよ、めちゃ凝ってんな。え、最近すげえ凝ってない？何これ、すごっ。は、ボス戦すごっ。よし、じゃあまあハマっていくというか、まあ殴っていくか。
え、え、すごっ。オッケー。いいよいいよ。とか演出やばかったな、本当に。で、右倒して、おーっと危ない、下から下から。これをまあ殴って倒していく。で、毒の攻撃をしてきたんか。体力今のところ全然大丈夫。毒も全然だな。よし、じゃあ次は横間で、倒していく。ルーの高スピアップもある、ロングパワーモード。でも、状態底力 M のルーが、これ毒いいわ。マジ。いや、待って、なんでお前毒もらってねえのよ。なんでお前毒もらってないの。おい、2倍出せたのに。なんで毒をあんたは一番もらいたい人がもらってないのよ。その顔するなって、本当に。その顔してるからだわ。そもそも上に当たったわ。はい、まあ皆さん、まあ本来はすごい火力出していきますよと。んまあでも、あ、まあでもいいか、別にいいか。これ突破できそうだな。全然いいわ。鼻壊してもいい、まあ、状況に応じて鼻壊してもいいよと。うわー、惜しい。うわー、来た。超レーザーストップ今やっぱり効いてるわ。なかったらすげえダメージ受けてるよ、本当に。で、ここで、もうバフやっとこう。1.8 倍。まあ、ロングパワーモードとかもあるけど、これもらってね、全然大丈夫でしょう。よし！さすがマチコさん。OK。そう、ガラティーンはバフ SS と、回復 M と友情コンボの回復弾がいい感じと。うん。だって、SS 撃つ？これ次の週回して SS2 段階目ぶちまけるわ。ぶちかますわ。で、ここは、はまっておく、下に。よし、オッケー。まあ、やっぱり、殴り火力すげえな。さっきもあったけども。アルファいいわ、ほんと。で、これは左にはまっていく。まあ、毒食らってるし、全然これは、抜けても大丈夫でしょう。アルファの友情コンボ全然見てねえわ。お、お、や、やるじゃねえか、お前。やるじゃねえか。いいよ。なんかまあ、すげえ動き回って倒したら面白くねえから。まあ、縦勘でやっていきますか。で、砂時計もあるから。でもガイドほんとでけえな。これでまあ、ラスゲも、かましていけるな。これでポンポンっていったらいいけども。で、お次はガラティーンで余計なことはしない。まあ、天魔4ではね、やっぱりクエストの仕様上、威力出しづらいから、まあ、出しづらいというか、恩恵感じづらいから。あ、待って、これ、最初はなくて停止後ね。オッケーオッケーオッケー。かましていこう。うん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 、いいよ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 。で、これ言わずにここスピアップ、コースピアップもらって、ダダ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 このパワーええ、おいは待て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 、あ、いける。普通に強えじゃねえかよ。ちょっと待って、あ、うわ、あ、いあ、ワンパンするとは思ってなかったな。一応まあ、こういう攻略は最後まで戦い抜いて、その攻略の説明をしたいから、最後までやりたかったんだけど。あ、行っちゃうこれ。オッケーオッケー。あ、マジか。おお、全然アルファやっぱり、超レーザーストップ M も、よかったな、ひだめきついし。だから一応この後、もう一回やり直して、まあ、別のモンスターとかも入れて、最後まで、もう一回やってみるわ。それを動画のこの後に乗っけると思う。あー、でもあのひだめだったらやっぱり、聖騎士結構怖いな。うん。
まだやっぱガラティーンすごくバフ良かったし、回復エイも良かったし、ルー良かったな。はい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 。行ってこーい。危ない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 。なんかルーってよ、なんか色変じゃない？一段階目を打ってみる。でも出る。あ、これガラティーンのバフついてる。出るんだこれ。はい、出る。すげー。あ、ちょっと、あ、まあ、ガイドがちょっとガイドで見えたよ、変な角度が。で、マソいいわ。うん、マソいい。ドレインがやっぱり優秀。やっぱどうしても回復しづらい時あるじゃねえか。ドレインでも一気に全開するから優秀。殴りもね、出していけるし、その、EL だから。いいね。じゃあ、ルーで。とどめさそうか。まあ、結局こういうことだったな。チェイスビームに、うわ、真ん中の弱点じゃねえけど、いけるか。ブロック無効にしてやってこいよ、ルー。いってこい。うんうん、おっしゃ、OK OK 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 OK。 うわ、やっぱり弱点さもきついか。やってくれ、やれ、お前が頼む、お前頼む、倒った。だそこでアルファー、なんでいや、でも良かったよな。でも良かったよな、まあ、なんともルーらしい。いや、ルーらしいというか、俺そんなにこの子使ったことねえから、あれなんだけど。あー、まあ、この4キャラ良かった、めちゃ良かった。参考にはまちゃんとかよ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。